皆さんこんにちは、代表のなぎのです。新商品のレジデントです。広いサイズのデスクのご紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いします。私は中学生ぐらいの時に映画のゴッドファーザーの最初の時にさ、こう大きな机があって、ゴッドファーザーの人が立ってて、依頼に来られた方があるし、その机がすごく中学生の時に脳裏にこういうのいいなっていうのが入りまして、家を建てた時にそれに近しいと自分で思ったようなデザインで自宅に作りました。それはサイズがまだこれよりちょっとこのぐらいあるのかな、ちょっと大きすぎた。まあ多分ゴッドファーザーの映画のやつもこのぐらいあったと思うんですよね。けどこうデザインに逆に凝りすぎて非常に使いにくい、格好はいいけどというところで、でも広い机っていうのは仕事をするにしても場所が多いっていうのは男性の方、特に我々ぐらいの年代の方は広い机っていうのをお好きな方が多いのかなというふうに思いますので、それをちょっとね、日本の住宅スタイルに合わせたサイズ、広く使えるサイズという形でできたのがこのプレジデントデスクで、実際に私がここ10年を広い机っていう形で使った中において、ああこここうだったらよかったのにとか、そういうのも盛り込んだじゃないけど、そういう仕様になっております。まず一つ目としてはこの傷防止的な PVC のやつ、これが実際私が机買ったら買いました。別に下にやっぱ傷が入らないようにっていうのは非常にデスクは気になるところ、もうそれが最初からついてるんで、まあ、ここでパソコンでもこう滑らしてもらっても、物を書いても下に肉筆的なもので跡が残らないということと、収納が大きく収納できる場所もあるし、細かく収納できる引き出しも1、2、3、4、5、こちらだけでもついてそっちにも行けるので、全て収納ができるという、収納できないのここだけみたいな、収納を無駄なく使うっていう考え方も取り入れてますと。それであと日本で一番の問題点は、搬入がこのままやったらほぼほぼどこも入んないんですけど、ここから全部上取れて別梱包になるし、右袖左袖どういう形でも置けるので、対面型というちょっと贅沢な空間は使えますけど、無駄なく収納できるし、フレキシブルにお好みの使いやすいようにセレクトできますと。これだけあって上が 180cm ありますので、ちょっとこの PC 小さいですけど、まあ大きい PC でもこうダブル画面で置かれても全然余裕ですし、会社とかで使われる場合は業務的なお話されて対面で話すっていうことも簡単に、そこに補助椅子を置いていただければできますし、こちらはもちろんこう書棚とかいうのを置いていただいて、フォトハンガーぐらいあれば小さなゴッドファーザーの部屋みたいな、そういうイメージで、雰囲気も楽しみながらアンティーク、まあ、イメージ的に言うと19世紀アメリカみたいな、そういうレトロな雰囲気というか、そういうのも楽しみながら、かつやっぱ机がでかいとプレジデントですから、ちょっと威厳的なものもね、やっぱ物がしっかりかっこよくないと、まあ、そういうのも付加価値としてついてきます。でよろしくお願いします。皆様に感動をお届けできるような家具屋インテリア、これからもご案内ご提案できるよう頑張りますので、今後ともよろしくお願いいたします。それではホワイトバージョンの方にいきます。はい、ということで私の方からこちらのホワイトバージョンのプレジデントデスクをご紹介したいと思います。白のこのプレジデントデスクって本当に他で見たことがないぐらいすごい珍しくて、デスクじゃないかなって思うんですけれども、やっぱり私は白家具が大好きで、職場でも自宅でも白家具ばかりなので、こういうね柔らかい印象の、でもあのサイズ感はしっかりとあってね、こういったデスク本当に欲しかったなっていうところで、このデスクの白の方の良さをお伝えしていきたいなと思います。このプレジデントデスク結構職場だったり書斎だったりお仕事をする場だったりとかで使っていただくようなイメージのデスクなんですけど、本当にあの仕事をする場所で自分のプロダクティブ性とかモチベーションももちろんだし、全然違ってくると思うんですよね。でやっぱりあの自分のそのデスクが本当に気に入ったもので、デザインだったり使い勝手とかもすごいいいものだと、いろんなアイディアとかもより浮かんでくるかなと思うし、仕事自体もより楽しくなると思うんですよね。ベベの事務所のデスクもあの変えたり
りして、やっぱりそれからすごくね、私自身もより楽しく仕事ができてる感じがするので、本当にね、こういった大きいデスクを探してる社長さんだったりとか、自分の書斎にとか、本当にこのデスクすごくもう心の底から皆さんに楽しんでいただけると思うデスクなので、はい、まあそこがもうこのデスクの良さだと思います。結構被る部分があるんですけど、本当に収納力がすごいたくさんで、扉を右手にしても左手にしても両方とも引き出しにしてもとか、いろんなねパターンでお楽しみいただけるんですけれども、私はねここにねバッグとかをもうそのままボンって入れれちゃってて、ブランケットとかいろいろねそういったすぐ使いたいものとかをポンって入れれるのがすごい嬉しいポイントなのと、引き出しが正面とそちら側と右左とかにもあって、書類だったりとかいろいろね、これはお客様の書類とか、これはデザイン系の書類とか、いろんなね使ってる用途に合わせて分けれたりとか、すごいねその辺でもねプロダクティブになれるんじゃないかなって思って、収納力ってデスクに一番大事な存在だと思うので、さらにねこういったブックシェルフと合わせていただくと、本だったりとかマガジンだったり、いろんな高さもこれ3段階で調節いただける作りになっているので、お好みでね社長さんとか書籍たくさんある方が多いイメージがあるんですけど、そういったのもねたくさんしっかり収納いただけます。でさらにこの椅子もね高さをこんなだったりこんなだったり、お好みで調整いただけるので、身別に合わせて、基本身長に合わせて、この辺もすごい使い勝手がいいポイントです。で、このね、チェアのこのグリーンと PVC の部分の色味がマッチングしてて、チェアとこのデスクを置くだけでも、お部屋の一体感、すごいあの、豪華さだったり、ゴージャス感だったりが出て、空間がエレガントなものになると思います。そう。で、私は結構ね、お部屋だったりも、こうなんかいろいろ見せたいなって思う感じなんですけど、こういったね、あの、デスクを置いて、ご来院のお客様とか、お取引先の方とかにちょっとこうチラッて見ていただいて、なんかわいいなとか思ってもらえたら、それもそうなんかすごい嬉しいなと思って、こうなんかおしゃれだなって思ってもらいたいなっていうのもあってそういうね他のねお客様とかからご覧いただいた時もすごい素敵だなって思っていただけるようなデスクに仕上がっていると思うので、そういったところもね楽しんでいただけたらなと思います。はい、本当にデザイン性も使い勝手もすごくすごくすごくこだわっているデスクで、来年2024年からちょっとこうオフィスの雰囲気変えたいなとか、書斎ちょっと変えて新しい試みをしたいなとか、そういった方とかにすごいもう皆さんに本当におすすめなデスクになるので、よかったらねチャート白と、そしてサイズもねちょっとこれ大きすぎるなっていうデスク感覚で使いたいなっていう方にはコンパクトになったサイズもあるので、合わせてご覧いただけたらとても嬉しいです。はい、ということでブラウンとホワイトのプレジデントデスクのご紹介でした。はい、皆さんはどっちの社長になりたいですか？まあ、プレジデントなので社長気分も味わっていただけると思います。最後まで楽しんでご覧いただけていたら嬉しいなと思います。はい、ということで最後までご覧くださってありがとうございました。インスタグラム、ツイッター、オンラインスタンド URL は概要欄に貼っているので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。このデスクの URL も概要欄に貼っているので、ぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録もよろしくお願いします。